こんにちは、しんこうです。僧侶がグッときた言葉、今回ご紹介するのはファンシーでフードガイダンス。信じる力、祈り、待ちわびる星の巡り、たどり着くやっとの思い、開かれた扉、広がる世界。ファンシーは全裸ロックさん、ジーリナさん、チンザドープネスさんというお三方のグループなんですけれども、それぞれが個々にしっかりとキャリアを積まれている方で、ジーリナさんはシンガーとしても、あと自分でトラックも作ったりもされますよね。 DJ もやられる方、ゼンラロックさんもトラックメーカーであり DJ でありラップもやる方、そしてチンザドープネスさんはヒップホップ好きな方は MC バトルなんかでもよくご存知かと思いますけれども、変幻自在のフローと即興性の高いこうフリースタイルで、非常に人気のあるラッパーなんですけれども、曲も作っていますし、あと DJ もやれると。なので面白いのは、以前番組の中で聞いた話なんですけれども、ファンシーのライブは、この3人のメンバーそれぞれがその日やりたい人が後ろでバック DJ をやるみたいなこともあるらしくて、役割分担をしているグループというよりは、全員がそれぞれに違う形のマルチな人たちが集まっているグループ。本当に曲の感じなんかもヒップホップの今の流行りとかシティポップの流行りみたいなものも両方ある中で、ちょうどこう、なんだろう、誰も手が届かない、で聞く側からしたらかゆいところに手が届く曲を常に出し続けているっていう、ヒップホップなんですけれども、そのもっと源流にあるファンクとかソウルとかっていうところも感じられる、そういうグループですね。そして今回ご紹介するフードガイダンスという曲なんですけども、最新のアルバムにも入ってるんですけれども、出されたのは少し前なんですね。でこの曲面白いのが、出だしから歌詞を読んでいますね。僕は今生きています、毎日いただきます、ごちそうさまを繰り返し、実にお食事って素晴らしい。要するにですね、フードガイダンスっていうタイトルの通り、お三方がそれぞれ食事に臨むその時の心を描いている、そんな曲になります。一食一食を大切にしましょうみたいな。結構皆さんそれぞれ外食というか食堂に入るところなのかもしれないですね。心地よきバイブレーションを放つ個人店がとかビニールカーテン、いつ来かのれん、それぞれにこれから食堂で食事をいただきますっていうのを、なんでこんなに心地よく書けるんだろうみたいな、そんな曲になっています。今回グッときた言葉はチンザドープネスさんのバースになるんですけれども、チンザドープネスさんはやっぱりこう食への思い入れというか、食を大切にしている方なのか、他の曲でもスパルタさんっていう方との I Need Your Love っていう曲なんかでも、あのお米を研いでる話をしてたり、インシストさんとのホットコーヒーという曲では、まあ、これコーヒーがテーマだったっていうのもあるんですけれども、夜間を火にかけてコーヒーをドリップしてバームクーヘンを食べながらコーヒーをいただくっていうところをラップしてるっていう、何気ない日常を切り取ってるのにしっかり曲になってるっていうところは、ある意味ではヒップホップのことを話してるのにちゃんと仏教として成り立ってるっていう、このチャンネルが目指すところとも近いような、精神性がちゃんと備わっているから他のことをしてるように見えて、ちゃんとその元の自分の立脚点に立ったものができてるっていうね、そういう方なのかなというふうにちょっと個人的に勝手に解釈しております。はい、ということで、そんなフードガイダンスの中から今回グッときた言葉はこちらの部分です。情報だけにとらわれていてはダメ、肌で感じてみて。はい、情報だけにとらわれていてはダメ、肌で感じてみて。まあ言葉自体は正直こうそんなにこう特別なことを言ってるわけじゃないんですよ。ただこの文脈として、チンザドープネスさんのバースは、旅先でちょっと個人店のご飯屋さんにちょっと入ってみよう、そんな状況なわけですよね。でそこでやっぱり今の時代って、食べログとかインターネットに限らず本とかにしても本当に情報誌ってたくさんあるんですよね。やっぱり地方に住んでる私もそうですけども、地元が何かこうメディアで取り上げられる時に、意外と地元の人はそんなに知らない店を結構こう大々的に出されていたりとかっていうこともあったりするじゃないですか。それと非常に重要なことは、美味しい、まずいっていう言葉があるんですけれども、実は美味しいっていう味、まずいっていう味っていうのは存在しないわけですよね。その人がそれまでの人生の中で積み上げてきた好みだったり価値観だったり、その枠組みの中でこれは美味しいかまずいか、要するに自分に合っているかどうかの話を、みんなはそれぞれ食べ物を食べた時に感じているだけなのに、あまりにも美味しいということ、まずいということが普遍なことであるように、あそこの店美味しいよとか、あそこの店まずいよとかっていう、自分の好みが一意見であるっていうことがわからないまま発信している人っていうのは非常に多いですよね。
SNS にしてもあくまでも一意見なのにそこにとらわれてしまってせっかくの美味しいご飯屋さんとの出会いを潰してしまってるじゃないか、もったいないよっていう意味で情報だけにとらわれていてはダメっていうふうに言われてるんですよ。だからこう拡大しようと思えばいくらでもできるし、逆に本当に食堂の話だけに収めればそれまでなんですけれども、この情報を聞いて分かった気になって実際に自分が体験しなくなってしまうっていう現象に対して、実は仏教や禅の世界でもこれを戒めた言葉っていうのがあるんですね。よく禅の教えとはどんなものか、禅の精神とはどんなものかという時に不流文字という言葉で表現することがあります。文字を立てずというふうに書くわけなんですけれども、禅の教えというのは大きな流れで言えばお釈迦様から代々こう教えが継がれて、だるまさんっていうのはこうお坊さんとして存在した人で、そのだるまさんがインドから中国に渡って禅の教えが、座禅が広まっていったっていう、この系譜の中で禅の精神というのは文字に起こして教わるものじゃないんだっていうふうに説かれたんですよ。そうなった時に、私今禅活っていうグループでブログも書いてますし、曹洞宗の公式の文章なんかも書くこともあれば、動画にもテロップ入れてますし、まあそこら辺見たらね、いくらでもインターネットにも本屋さんにもどこにでも文字になった禅の教えがあるわけですよ。現代にしなくたってお経っていうのがずっと巻物だったりで語り継がれてきた、受け継がれてきたことを考えたら、あれだって文字なんですよね。じゃあこうして文字で伝えられてきたっていうことは本来過ちなのかっていうと、実はそうではなくて、このグッときた言葉の部分なんですよ。情報だけにとらわれていてはダメ、肌で感じてみてっていう。禅の教えとか仏教の教えというのは文字面で理屈を学ぶっていうことは多少勉強すればできるんですよ。ただそれを自分の身に当てはめるとか、自分の体で実際に経験するっていうことをしなければ、正直あまり意味がないんですね。いろんな知識の引き出しのいくつかの中に、一つ仏教とか禅っていう引き出しを作るだけじゃなくて、自分の生き方を変えていくような、体での体験っていうものを伴わなければ、実は心に影響していかないんです。これは曹洞宗で考えるところの、身と心は一つであると。心っていうもの自体はコントロールができないから、身の方を最初に動かしてみるとそこに心がついてくる。体が悪いことをすれば心も悪い方に向いていくし、体がいいことをすれば心もいい方に向いていく。こんな風にして禅の教えっていうのは実際に体でまず行動に移してみることでそこに心もついてくる。だけど全くじゃあ文字がなかったら勉強できないこともあるわけだから、文字に起こしたものが全てじゃないんですよっていう、この比重の問題、文字はダメで体験オンリーっていう話ではないんですね。情報だけにとらわれていてはダメなんですよ。情報っていうのは例えばこのマップみたいなものだったりとかっていうのも当然情報の一つですし、そこが閉店してるかまだやっているかっていうことも情報の一つです。そのお店がこういうメニューがありますよっていうのも情報の一つなんだけども、そこで食べた人の話が全てではないよねっていう、この情報の取捨選択、情報だけにとらわれないっていうこのあり方が重要なんだよっていうところを私はちょっと勝手に受け取ってみました。実は新座ドープネスさんってちょっとした曹洞宗とのご縁があって、全国曹洞宗青年会っていう若手の僧侶の公式な団体青年会が作った映画があるんですけども、その映画がスタジオ石さんっていうまあヒップホップのね、いろんなミュージックビデオを撮ってるスタジオで映画を作成して、その中にカメオ出演で新座ドープネスさん出てくるんですね。あとはそういうやっぱり私の知り合いのラッパーをやっているお坊さんも新座ドープネスさんというかゼナロックさんと知り合いなのかな。で、ファンシーを地元でやったイベントにお呼びしたっていうことなんかも聞いたりして、結構曹洞宗のお坊さんと触れ合うことだったり、お寺でライブなんかもやったのかな。結構やっぱり発想から考えても割と仏教と親和性のある方だとは思うので、まぁ、ちょっと今回はこの新座ドープネスさんの何気ないワードだったのかもしれないですけれども、ぐっと自分の方に引き寄せてお話をさせていただきました。ということで今回はファンシーでフードガイダンスから新座ドープネスさんのバス、情報だけにとらわれていてはダメ、肌で感じてみてという言葉をご紹介させていただきました。この動画が面白かったという方は高評価ボタン、チャンネル登録等々よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。